皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は飛行機に乗って沖縄へ旅をいたします。その名も Go to 沖縄というシリーズタイトルです。 Act 5第5回目は古宇利島ティーヌ浜ハートのロック。ジャニーズの嵐が JAL の CM で撮影した場所として有名となった観光スポットです。泣き神城から氷大橋を渡り離島の古宇利島まで行きティーヌ浜のハートのロックを見に行きます。 Hello all over the worldThank you for watching and welcome to the Vega Traveler channel. This time, I go to Okinawa by airplane. The title of this series is Let's Go to Okinawa. Act 5. I'm going to present you the Hard Rock at Teen Beach on Kauri Island. This site became to be famous where the popular Japanese idol group Arashi shot the Japan Airline Company Limited commercial film.I moved to the Teen Beach from the World Heritage Nakajin Castle, then take a walk around the Hard Rock at Teen Beach. Let's enjoy the video. Thank you. はい、それではここで嵐のティーヌ浜で撮影された JAL の CM、 これがどういった CM だったのか、それから撮影の現場について、参考になるビデオがありましたので、こちらをちょっと参考にしたいと思います。来たね、綺麗な海。あの2つの岩が重なるとハートに見える。ロマンチックだな。来てよかったな、JAL の先得で。もう一回行ってみて。来てよかったね、JAL の先得で。よくできた JAL の CM みたいだな。よくできてはないだろ。 JAL で来たの。JAL の先得で。うんうん。あの人たち JAL の人か。夏の分まで JAL の先得。どうも、アラシです。さあ今回も来ちゃいました。どうですか、アラさん、この景色は。やっぱね、旅は実際に来なきゃだね。そうだね。今回の CM からも旅の素晴らしさが伝わっているのではと思います。お願いします。ここがスタート位置で、よーい、スタート。来てよかったね、JAL の先得で。JAL の CM みたいだな。そうだもん。洗っちゃったよ。あやぶさん、サーフィンできますよ。いい波来てるね。絶対嘘だろ。嵐のメンバーの皆さん、撮影終了になります。お疲れ様でした。はい、それでは再び Google マップで泣き神城跡地から今回の目的地古宇利島ティーヌ浜ハートのロックまでの経路を検索したいと思います。はい、今回は離島の古宇利島まで行きます。途中大きな橋古宇利大橋を通って古宇利島に上陸しティーヌ浜まで行きハートのロックを見たいと思います。今回も移動時間は25分とそれほど遠い距離ではありません。それで、その JAL の嵐の CM なんですが、これは、JAL のですね、先得っていう割引の切符になるんでしょうかね、このキャンペーンの CM です。この CM は YouTube にも上がっておりまして、リンク、 YouTube のリンクを説明欄のところに貼り付けておきたいと思います。
はい、来ました。一直線の道路です、この丘を越えると間もなく小売大橋が見えてくると思います。あ、遥か彼方に見えてきましたね、小売大橋。さあ、小売大橋を渡っていきたいと思います。もう本当に一直線で、まあ、空に続くような道路です。この辺りから氷大橋の一番てっぺんの部分っていうかな、一番上の部分からだんだん下りにかかります。そうすると見えてきましたね、小売島、それからエメラルドグリーンの海、もう絶景です。
車場に到着いたしました。ここの、観光地はですね、まあパッと見て驚いたことは若い女性がかなり多いっていうことです。さすがですね、ジャニーズ事務所のアイドルの影響力ということで、アイドルの影響力は大きいなというふうに思いました。さて、ティーヌ浜の入り口の道を行きます。それでこれすごい狭い道なんですよね。ここの入り口を探すのに一苦労しました。まあ、だけど他の観光客の方がたくさんいましたので、まあ、すぐに分かると思います。でどうやら若い女性ばかりでもなさそうですね。カップルの数がかなり多いスポットです。やはりその岩がハート型っていうことで、カップルでハートのロックを見に来るっていうカップルが多いのかもしれません。ティーヌ浜の案内標識が見えてきました。もうすぐティーヌ浜です。ちょっとちらっと見えてきましたね、ハートのロック。あの2つの岩がハートのロックのようです。でここはですね、非常に足場が悪くって、まあ、階段も何も整備されていなくって、運動靴とかそういったもので来た方がいいかもしれませんね。見えてきましたハートのロック。それからこの辺りの浜がティーヌ浜です。こちらからハート型の岩が見えますね。これがハートのロックです。ただこちらから見ると逆光になってちょっと見づらいので、反対側に行ってみたいと思います。はい、こちら側
からだと巡航で2つのハートの岩、ハートのロックが綺麗に見えます。はい、それでは次の行き先は辺戸岬です。ハートのロックまで来まして、新浜のハートのロックまで来ましたが、まあ時間があれば辺戸岬まで行ってみようかなっていうふうに思ってたんですが、どうやら沖縄っていうのは日が暮れるのが結構遅いということで、ちょっとあの辺戸岬のところまで足を伸ばして行ってみようかというふうに思いました。次回は辺戸岬をお送りいたします。 Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.